イメラジオ第2808回、今日は令和3年4月30日金曜日です。時刻は午後7時半、横浜港北、風の強い金曜の夜となりました。月末で今日はお仕事がありません。ですから割とゆったり過ごしていますね。夜の時間もいつもよりなんかゆっくり過ぎていくような、そんな感じ。風が強くて窓は閉めていますが、港北の街並み今宵もキラキラ輝いています。リスナーの皆さん、ゴールデンウィークとなりました。いかがお過ごしでしょうか。さて、イメラジオ2808回目、今回は電通本社ビル売却へ、こんなお話です。電通本社ビル売却へ、まだ売却先は決まってないようですね。けれど3000億円程度というふうに言われています。しかも本社はあのビルにそのまま規模を縮小して残るので、ですからこれから電通は家賃を払いながら、あの電通本社ビル汐留のあの場所にいるということになりますね。3000億円、けどまあ汐留の場所だとそれぐらいはしそうですね。ヒューリックっていう不動産の会社が買い手として今交渉権持ってるようです。本社ビル、電通のね、本社ビルの隣にホテルコンラッドが入ってるあのビルがあるでしょう、すぐ隣で。あのビルはソフトバンクの本社がそこにあります。で、コンラッドの、そしてソフトバンクの入ってるあのビルが5000億円っていうふうに言われてましたから、まあその隣の電通が、まあ時間が経って、で3000億円って言われても、ああ、大体相場それぐらいだろうなって感じですよ。ちなみに、コンラッド、ホテルコンラッドが入ってるあのビルですよね。5000億円っていうのはリートが持ってるんですよ。森トラストだったと思いますね。森トラストっていう。で、私もリートはよく投資しているので、まあ、ちょっと物件見に行かないととかと思って物件見に行ったり、まあソフトバンクのビルですね。で、それが一体ボカでいくらなのかみたいな、ちょっと調べたりしていたので、まああの辺の大型ビルの相場は一定程度わかるんですよ。3000億円は妥当な数字ですね。で、このような本社ビルを売却する、そしてその後賃貸で入るけど規模も縮小するっていうのは、やっぱり電通の業績が悪くなってるっていう、それが背景にあって、電通の決算は私はちょっと見てないんですけど、大きな赤字が出たっていうのはニュースにはなってましたね。で、その電通の赤字のやっぱり理由がコロナウイルスで広告が減ったっていう、そしてまあ社会が止まった、社会が止まればイベントも止まりますから、電通が得意とする広告とかイベントとか、あの手のものが去年からガクーンと止まって、で大打撃と。で、今回電通が本社ビル売却まで検討するっていうのは、そこまで財務が悪いという、そこまでは思ってないんですよ、私も。ただ
それはこのコロナウイルスのこの騒ぎが1年2年じゃ収まらず、ちょっと続くぞと。で、それはもう後戻りできないぞと。で、そうこうしているうちに、そのスポンサーとメディアですよね、スポンサーとメディアとの間に入って、で、そしていろんな企画を立て、そしてマージンを取るっていう電通のスキームですね、商売のスキームが今後危うくなってきたと経営陣が判断していると思われます。すぐに電通が潰れたりはしません。力ある企業ですよ。けれど、もうこのコロナウイルスで始まった広告収入の減少、そしてスポンサーとメディアがもう直にタイアップするような、つまり電通が入り込む隙間がなくなっていく、その流れが止まらないだろうというふうに電通の首脳部が見てる、それがうかがえますね。まあ、ですから今後電通がそれでも会社として今までのような存在感を見せていくためには、やっぱ電通がいないとダメだねと。つまりスポンサーと制作部門、メディアの制作部門が直でやってもうまくいかない、あるいはクオリティの高いものができない、やっぱり電通一つかまして、そしてそのノウハウを使わないといい CM が打てない、いいイベントができない、こういうふうな実力ですよね。その広告代理店としての実力を電通が見せていくしかないでしょう。それができるかもしれないし、できないかもしれない。一つその試金石はこの夏の東京五輪開かれそうですね、オリンピックはね、なんだかんだ言いながら。そこで電通がどれほどの存在感を見せるか、これにかかっているでしょう。だから電通としては、社員を減らすというそんなニュースも聞こえてはきますが、もうオリンピックに向けて集中してるでしょうね。社運かかってると言ってもいいです。かつては電通っていうのはかっこいい企業の、もうそれこそナンバーワンで、銀行員とか商社マンとか、あと昔はメディアも人気高かったんですね。けどそんなん全部抑えて、もちろんメーカーも抑えて、電通っていうのが一番ね、東大や慶大やっていう、そういう学生たちが行きたい就職先だったんですけど、まあ今苦戦してますね。その電通が本社ビルまで打って身軽にはなって、で規模も縮小して、で今後どうやって巻き返すか、これは見ものといえば見ものですね。これから電通の動き注目しておきましょう。夢ラジオ第2808回、今回は電通本社ビル売却へ、こんなテーマでお話しました。ありがとうございました。